ですが、はい、今みたいに中をですね、うん、ついていきながら第2クォーター少し中を突きながらボールも回ってましたので、この合わせでした。ファイナルプレーでしたね、ナイスカッティング。しかもマリノ選手たちとあの噛み合わせながらのプレーが作れていると思います、うん。まあ、ただ千葉このフィジカルですね、強さがありますね、このドライブインなんかも確か 10.1 点と、ね、なっています、うん。ただここは外してしまいました。あ、しかしリバウンドから、さあナイスリバウンドです。フッチバックダンク、はい。まあ、昨日のゲームも本当にあの、はい、ムーニー選手オフィシャルバウンド4ということで、はい、非常にいい働きしてましたね。光っています。ナイスパス、ビクロー、ここを決めていきました。少ない2チームではあるので、はい、この辺はね、コントロールしていきながら。キックアウトが読まれた。ああ、よく走ってる。ビクローが走ってダンク。よく狙ってましたね。人気も高い2チームではありますけど。そうですね、はい。各地区の上位対決と笑っています。ここから打って、これを決めてきます。いやー、さすがですね。今日待ちながら、トガ一つ程度待つ。ビックローだ。うまいですね、体の。そうですね。さあ同点に追いつきましょうか。まあ、苦しいのは千葉。米山、今日は外から。落ち着いてましたね、今。今日も3人ともにメンバーを変えそうという状況。ものともせずに打っていって決めていきました。決まりますね、ここですけれども、はい、ゲームコントロールなんかもしっかりアシストして回り出してました、はい。あ、ナイスプレー。原も戻ってきていました。原、まあ、逆に千葉はその第2クォーターが昨日は苦しめられましたので、今日はどうか。バカシ、これも決まります。しっかりと翻弄して振りを作って、さあ森がつく、ここもピックスカウント。あ、しっかりと決めてきます。これもキック使って原、これもドライブで来るフローター、これは決めてきました。昨日よりもいいペースでガムラの得点を上げていますが、富樫がかわってくる。ムーニーから米山、先ほどいいスリーポイント決めていますが、フローター、あー、決めてきます。佐藤を待ちながらファウルももらえる。おっと、しかしこのパスだ、ここは少しターンオーバーになってきてますね、マリノ選手、富樫、そして原田、外からこれを決めていきます。スピードを使ってトランジションを作っていきました、原からスカウト、エドワーズ、決めていきます。この辺りはしっかり、やはりハンドオフで富樫に戻してネックパスから、これがリュープだから、そのままタップイン、あるかなとはいうふうに思うんですけど、アウター、しかし、はい、パスが合いませんでした。米山の元へスリドライブで行って、はい、しっかりと決めていきました。千葉に川村がついていますか。ナイス合わせ、そしてここでビッグローだ。いや、いい合わせでした。そう、まあ、千葉も今日本当にあの第1クォーターも第2クォーターもよかった。相当この第3クォーターで、うん、ファウルをもらっているという状況です、はい。このリバウンドですね。リバウンド千葉、もう一度押し込んでくるか、押し込めるか、押し込めるか、押し込んだ。いやー、ナイスリバウンド、まだですから、どちらもちょっと流れ、うん、今乗れてない状況ではありますかね。そうですね、少し我慢な時間帯ではあると思います、はい。千葉はとにかくシュートが来ればというところですが、外から打ってこれを決めてきました。流れを引き寄せる一本決めてきます。で、外がやっぱなかなか決まらない中でも、はい、やっぱ全員がチャンスの時に打ち込んでいますので、うん、そうですね、うん、アテンプはとにかく続けてきますので、続けてます。無に中に行きますが、外に変えたエドワーズ、そしてビッグローがここから打って、はい、決まりました。原富樫ビッグロ ー、そしてパス、ムーニー、フェイダメイ、決めてきました。ついてます。これでまた12点差まですぐに広げてきました千葉です。体を当てながら躍走、しかしこれは守る千葉、こぼれたところアウだとビクロー、ビクローが奪った。そして走っているスミス、ナイスバックですね、ナイスバック。2人で来る、あ、ナイスリバウンドだ。はい、ナイスリバウンドでした。まあ、ダブル勇気対決と騒がれてますけど、うん、はい、正直僕たちにはあまり関係なく勝つことが大事なので、
個人的にはそこで僕が活躍してやろうと思ってプレーしました。